伊勢神宮じゃないと高台神宮というふうに言われています。もともと内外となってますけど、外の方は500年後にできているので、実際にはこれは後の、外の方は後の方ですね、できているので、もともとはここしかなかったと。こうまだ参拝客が少ないのでどうそうとしてますけど、本当は通行が決まってるんで一応気をつけてください。これが伊勢津川ですね。今日は水量が多く、おそらくちょっと雨の上がりがあるので、手をここで洗うのはちょっと淀んでるからダメかなと思いますね。一応右側通行でお願いします。左で行ってますけど、そうですね、まあなんか大阪近と他の地域だと大阪っていうか大阪近郊っていうか関西っていうのかな、と他の地域だとこう左側通行と右側通行でこう意見が分かれるので、大阪行ってなんでこっち取ってんねんって言われるし逆だとなんで大阪の人はこっち取ってんのかなとかって思う時あるんですけど、これ多分こういうことのなんか習わしのちょっと違いなんですよね多分。で何回目の伊勢神宮か分かんないですけど、遷宮前、遷宮直後だと2つ立ってるんですね、取り壊し前のやつの。で今回は遷宮後もう取り壊されてると思うので、で古材が知り合いのところで今建て替え中になって使われてるんですけど、古材は捨てられるわけではなくて、いろんなところのお宮さんに行ったりします。なんかモニュメントができていますが何でしょうか。多分像みたいに見えるので、このままできるとマーテラス大神と豊京大神の像みたいのができるのかな、わかんないですけど、ちょっとこれについて確認してみるのかな。で、まずは手水で手を洗うんですけど、実際は伊勢津川で身を清めるっていうところまでやるんですが、今はそういうことはしないので、今日はちょっと天候的に厳しいですけど、晴れてる時だったら伊勢津川で手を洗って、でそのまま行っていただければなと思います。伊勢神宮も結構広くてですね、そうですね、どうでしょう、普通の家がもうこの時点でなんか50棟ぐらい建ってそうなんですけどまあそれぐらい広大な地域になります。元伊勢と言われている地域でもここまで広大なところは確かないと思うんで、やっぱりその天皇家のご意向とか天照大神のご意向をこう世の中にこう知れ渡せる
噛んでますけどためにこのように大きくなってると思います。でさらに、まあ、後世500年後にあの東洋経大御神をこちらに呼んでですね、もともとはあの元伊勢のあのこの神社ですねに、いらっしゃった、まあ、マナイの方ですかね、マナイの、まあ、この神社はちょっと上がマナイなんですけど、いた豊岡大神を呼んできて、一人じゃ寂しいからっていうこともあって、お呼びしたらしいです。でマナイは現在あの昔はあの岩倉の上に木が生えてるっていうところまで行けたんですけど、いたずらが多くなったせいなのかあの入れなくなりました。あの岩倉に座ったりとか根を傷つける人がちょっと増えてきたというお話も聞いておりますので、うん、まあそれも参拝者の心得次第だと思うんですけどね、正直なんか心根のちょっと腐ってる方がまあなんかこう観光に来て何か持ち帰りたいとか座りたいとかそういう意思もわからんではないんですけども、そこは神社という神聖な場所、聖地ですからね、そこでねそういうことをしたらどうなるかっていうことをまず考えて行動した方が私はいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、今伊豆津川に行きました。ちょっと今日は手を洗うというレベルまではちょっと難しいので、まあ一応仕草だけということにしていきたいと思います。今日はちょっと朝もやがかかって神聖さ加減にこう輪をかけてますけどね。では一旦閉じたいと思います。